誰かいますか？本当は閉まんないな。もうしない。さっきここにずっとなんか出てたの。そうそう。右側は何の反応してんの？マジで。今日はね、なんかコラボということで、はい、ズカさんに来ていただいてます。ズカチャンネルのズカと申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。わざわざいただいてありがとうございます。いや、こちらこそ。すいません。もうずっと憧れていたリケンさんとこうやってコラボして。いや、本当に感動ですね。はい。ありがとうございます。いや、本当に自分たちなんて、霊障なしなんて胸張れるものがまだ見つかってない。いや、そうなんですよね。いやですね、これが一応後編なので、前編でズーカさんの方のチャンネルで出させていただいてるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい。ということで、企業家の方では企画編ということでね。そうですね。本当にガチ活動、自分たちと同じスタンスで活動されているズカさんとのコラボならではのね、ちょっとやっていけたらいいなと思います。はい。ということで説明をお願いします。はい。まあまずなんかパチパチなってますけど、さっきから、ね、ちょっと雨も降ってるみたいなのって。そうだね、その音かもしれないですけど、企画としては、まずせっかくガチ心霊系 YouTuber としてのコラボになりましたので、はい、軽くお話しできればなと思ってます。そうです、ね、心霊について。はい、はい、よろしくお願いします。その後はちょっと変わった心霊検証と、まあ、企画編なので、うん、がっつり検証という、まあ、がっつり検証になるかもしれんけど、ちょっと変わった検証をしようと思ってます。はい。雑談なんですけど、そうだね、雑談雑談最初のお題どうしようかな。そうですね、一応心霊についてっていう形でお話しできればなと思ってるんですけど、はい、まあほぼほぼ雑談でもあります。はい、うん、はい、まずさ、自分たちが言うのもあれだけど、自分たちも普段心霊好きだからさ、このイーノとサトもね、はい、これエンタメのね、心霊作品っていうのはもう日頃から好きで見てるんだけど、うんうんうん、実際さ、エンタメじゃなくてガチでやるって結構大変なところが多いじゃん。そうですね。そうですね。そこをね、ズーカさんはね、ガチを選んだっていうのが気になりますね。うん、そうですね。そうですね。やっぱりリスナーさんがあっての配信なんで、リスナーさんに本当の怖さを味わわしたいっていう観点っていうんですかね。一人でやって自分も怖いけど、リスナーさんもその怖さを感じれる。なおかつ霊現象が起きればさらにっていう、そういうのを体験していただきたくてっていう感じですね。どっちかというと、スーカさんは幽霊は信じてる派なんですか？そうなると、今難しいですよね。難しいですね。はい、このYouTuber、心霊YouTuberとしてないって言っちゃうとあれなのかもしれないですけど、でもこうやって配信やり始めたら、やっぱり6割とか5割6割はうんって思うことはやっぱり多々ありますね。その配信してる中でなんかいろいろやっぱり、そうですね、考えつかないようなことが起きるというか。起きましたね。それがあることで、まあ、幽霊いるんじゃないかっていう方に寄っちゃうというか、ね、そうですね、はい、ありますよね。ありますね、はい、確かに。いたらそれはそれで、うん、想像が広がるしね、うん、そうですね。ロマンですよね、やっぱり。ロマンですね。ロマンを追い求める派ですね。そうですね一緒です。一緒だね。ありがとうございますどうしてもね、こう初動でさ、勢いつかせたいっていうね、うん、あの星のチャンネルだったらエンタメの方がさ、勢いがつくと思うのに、ガチでやられてるっていうのはね。そうですね。もう親近感がね、ものすごい。いや、本当ですよ。ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそ。自分たちも実はいないんじゃないかな、半分いてほしいなっていう思いの半分。そう、いてほしいなって。まあなんかどっちかというと半々って言ってますけど、いつも。はい。それでもやっぱりあれ、これ何と思うことがやっぱりあるんだよ、これも一応は。そうですね。ちょっといてほしい側によっちゃってるのはありますね、うん、気持ち的には、うん、なんか虫が入ってきてますねこいつをここに置いとこうかな。よいしょ。光に反応してるんですか、ね、いや正直ガチの心霊活動って、はい、いや、撮れ高がやっぱり調整できないし、
大変マップがあるっすもんね。そうですね、この視聴者の期待になかなか応えられないというか、うん、まあ、神霊のね、真相を追い求めるっていう目的も、まあ、ずかさまあるとは思うんで、はい、こう視聴者にひたすら声を思いをさせたいが一番の目的ではないかもしれないんですけど、はい、今後も続けられそうですか。まあ、理系音感にとってもそうなんだけどね。そうですね、これブーメランなんだけど、うん、その辺のちょっとシビアなのは、ね、あんまりそこの大変さは感じ、いや、感じてますよ。感じてます。今実際通過チャンネルとしてのアップしてる本数の実際は3倍かな、3倍ぐらいの動画はあります。でも上げてないんです。上げれてないんですね。ないんで何もなかったっていうことで。そうです。それはそれでね、ずるかさんが好きで、ね、はい、見る人もいるだろうし、はいはい、そういうままをね、あげるでも全然いいと思うんですけどね。そこですよね、難しいですよね。難しいですね。何もないのであげてどうかなっていう、ちょっと自分の中での心配があって。僕らいつもそれです。これほんまにあげていいんかと思いながらあげてます、いつも。それは、ほんと。でももうあれだけのガジェットだと、やっぱ今日もやっぱそうですね、いろいろあのガジェットをお借りしてやってみるとドキドキします。やっぱり、あ、本当、配信者側からしてもやっててドキドキしますし、うん、リスナーさんもやっぱり見ててドキドキするんじゃないですかね。 ありがとうございます。そう言っていただけてめちゃくちゃ面白いですね。やっぱりでもやっぱり僕らとしては、その僕らがいつも使ってるガジェットは、はい、僕らのせいで、何もないのか、うんうんうん、もしかしたら違う人が使ったら反応してくれるのかっていうのもちょっと気にはなってたので、うんうん、鈴鹿さんが使ってみて特段のもなかったんですか、はい、今日は。そうですね、なかったと思います、うん、はい、今見る限りでは、はい、まあ、タイミングの問題なのかまだ分かんないですね、うん、そこは、はい、まあでも今後ね、ガチで心霊の検証やったとしてさ、はい、こう思い的なのがさ、あのもっと怖がらせたいのを作りたいな、はい、それでこうがっつりエンタメに寄せたのを やってみたいみたいな、はい、それで方向転換するのはね、それはそれで全然、うんうん、ね、そうありだったと思いますね。まあでもやっぱガチでやっていきたいです ねやっぱり最初から僕もそうですね、ずーかチャンネルもリケンさんの実は動画から始まってたんで、僕は実はいやいや、本当にずーかチャンネル最初まだ動画もできてないし、チャンネルも開設してない頃にもイノさんと X、はい、今昔で言うツイッター、今で言う X で、あの DM させてもらったりして。覚えてます。そうですだってまだ力予感も1000人だから。そうですそうです、1000人くらいの時に鈴鹿さんからフォローいただいて、はい、来年から始めるんでって言われて、はい、おー頑張ってください。そうですねもうひたすらもう動画を見て、人間さんの動画を見てああなるほどなるほどっていう感じで始めました。ありがとうございます。本当に、ね、こちらこそありがとうございます。全然調子乗れる成果出せてないですから。いや本当そうなんですよ。ちょっと胸晴れたらいい、よかったですけど。見てくれた視聴者がね、あのせっかくね、ガチ心霊系 YouTuber でコラボできたんだったら、はい、こういう質問すればいいのにとかっていう意見があったら、ね、何でも理教科の X でもいいですし、コメント書いてもらったら、まあ、何らかの形でね、ずかさんこう返答できるかもしれないんで、はい、何でもコメントください。はい、ということでそれを踏まえて理教科の側の検証していきましょう。はい、はい、でとりあえずもうすでに定点はもう置いてるんですよね、うん、もう一個の部屋と、まあカメラ設置してないですけど、もうちょっと端っこの方にも何個か置いてて、でもすでにもしかしたら何か反応してるかなっていう感じなんですけど、で今からちょっとしたいなと思ってるのが、暗くして目隠しして、はい、僕らが何か感じれるのか検証してみたいと思ってます、はい、で、目隠しするのは、僕とズーカーさんの2人でここに座ってます。で佐藤さんはカメラの後ろで、僕らが何か反応するのかっていうのと、佐藤さん側でちょっとした検証をうん、そっち側でしてもらいます。なんでサットは目隠しはしてないです。そうですね、お二人が目隠ししてる、でなんか感覚が鋭くなってる状態で、ね、あの反応があるかないかっていうのを動きを見てます。
はい、はい、で、目隠しなんですけど蒸気でホットアイマスク寝ないでね寝ちゃうかもしれない寝ちゃうかもしれない。ホットアイマスクはね、普段も使ったことある人もいそうだし、うん、まあ、本当に見えないんだよね、つけてると本当に見えないです、うん、そう、はい、よし、ちょうどいいなと思って、気持ちいいんで、ね、そう死んで関係ない落ち着くんで、シンスポ落ち着くんですか、落ち着くんでシンスポでマッキーですねいよいよめっちゃいい匂い、いい匂いですね落ち着きますね、このラベンダーの香りがそれね、マスクしながらホットアイマスクはね、ちょっと絵面がすごいよ顔の白と黒のコンプロクトがこっちから見えないんで分かんないですけど、分かんないです一応目開けたら若干なんか透けて明るいのぐらいしか見えないです、うん、周りは見えないです。じゃあちょっとね、さ廃墟なんで難しいかもしれませんが、はい、2人は周りの環境にこうできる限りね、あの敏感になってもらうために、はい、音は出さないで頑張ります、ひとまず、はい、で音だったらすいません、まあ目の前から鳴ったら外かなと思ってもらうと、はい、電気を暗くしてナイトモード、はい、じゃあ今から10分間スタートです。はい、はい、なんか感じたり聞こえたりしたら、はい、その場で言ってもらって大丈夫なんで何でも言ってください。わかりました。話したらいけないわけじゃないんで。はい、はい、そうです。まあ一応今の感覚で言うと、うん、やっぱり人がいるっていうのは分かってるからそんなに怖くはないです。そうですね、うん、めちゃくちゃ目あったかくて気持ちいい眠くなりそうじゃないですかこれだんだんあったかくなってきましたね。本当そうですよ。逆に集中そわれてる、もしかして逆にもう4時ですからね。そうですね、うん、ナイトショットのビデオカメラ価格だとはい、結構怖い雰囲気出てますけどね、なんか新しい拷問受けてるみたいな拷問この絵面だけ見たらこいつは何してんねんと思ってすごく音に敏感になりますね。わかりますね。なんか意外と付け焼き刃かなって思ってたんですけど、はい、蒸気でホットアイマスクなんで悪いですね。全然なりますね、はい、逆に落ち着いて耳がすごいし集中するっていうんですか。ですね、はい、
っぱ結構車の音が響きますね。さっきここまで聞こえましたか？そんな気になってなかったですけど、ね、さっきまではよく聞こえるようになった気がする。そうですね、静かにしてるからかな。聞こえます？なんか聞こえます？聞こえます？何をですか？なんか聞こえました、ね、はい、何聞こえました？ちょっと待ってくださいね。車の音じゃないですよね。なんか右、そうですね、側ですか？そうですね。佐藤さんから見て右、俺から見たら左やん。そうです、自分から見て右です。どういった感覚でもいいんで。感覚、声なのかしようとか、どう聞こえたとかでもいいし、ずっと、うめき声的な。そうですね。なるほど。人感センサーは光ってないですか？反応してないですね。してないですか。じゃあ、トリフィールドをつけてみます。車の反響のっていう音は聞こえてましたけど。これですか？これ、これ、あ、そうですね、これです、これです、これです。これじゃあ反響音ですか？車の、うん、そうですね。ああ。今のキューっていうのはこれ、あ、動物ですか？動物か、なんか子供の声っぽいですよね。同じのが聞こえてそうですね。ですね。でもね、あの、めっちゃ遠いです。うん、近くではないですね。めっちゃ遠いです。子供っぽい感じのね。今何時なんですか？4時、4時ですよね。ね、こんな時間に子供が鳥かな。あー、鳥、確かにね。トリヒは反応ない。ね、ないか。今めっちゃ聞き耳立ててますけど。はい、今聞こえてないですね。鳥？鳥か？この検証すごいですね。すごい聞けますね。聞けますよ。はい。てか音が鳴ってる位置がすごい分かりやすい。分かります。左か右かとか遠くか近くかも分かるし、一人でやるより有用かもね。ね、意識合わせできるのいいっすね。そうそう、まあ、そうですね。答え合わせはね、すごいできる。そうですね、聞こえましたかって、うん、今一応12分ですね、今。はい。あ、もうそんなに経ってる？うん、全然そんな感じしないですまだ2、3分のような感じが。本当ですか？はい、もうちょっとやってもいいかも。はい、 15まで、ね、そうだね。はい、はい、
足音とか入ってくれたら嬉しいですね。まずそもそも家の中から音が聞こえない、何も。そうですね。それはね、全部外。そうそう。目隠ししてない外も、はい、同じ認識。ああ、うん。やっぱそうですよね。外からのパチパチ音の環境音が聞こえてるぐらい。うん、うん。あとは、ちょっと虫の音。はい、青音がうるさいぐらいですからね。ああ、じゃあちょっと鈴鹿さん一緒に裏拍手しません？はい、裏拍手。こうですか、ね、やったことあります？手の甲の方で。そうです、手の甲の方で拍手してみて、はい、もしかしたら言ってくるかもっていうやつですね。はい、いきますか。じゃあ行きます。はい、まあ、鈴鹿さんはあれですね、ちょっと普通に拍手するポジションで、はい、手のつま手の先を上に。あ、これこそですね。あ、そうですね、そうですね。はい、手の甲を当てる。はい、大丈夫です、それ。はい。これ初めてでやりますね。あ、本当ですか。はい。ちょこちょこやってますけど、まだ結果は出てないです。これこそなんかの拷問みたいな。手が痛くなりますよ。目隠しされて、手の裏で拍手して、こうで拍手して。今、はい、外さん歩きました。すいません、歩きました。歩きました。ああ、よかったです。すごい。敏感になってますね。聞こえましたよね、こうって。歩いた感じの音が聞こえて。聞こえました、はい。ちょっとどれぐらいの敏感になってるのかなって今。歩いてみました。ああ、なるほど。めっちゃわかりますよ。わかります、ね。すごいな。これは今後使えそうですね。使いますね、これ。これいいっすね。この状態でスピリットボックス聞いたらさ、はい、聞こえ方変わってきたりするのかな。あ、そうかもしれないですね。やってみる？はい。めっちゃ聞き取れますよね。裏拍手したしね。うん。何か、佐藤さん、声か、声をかけてもらってもいいですかね。ん？あ、スピリットボックスで。あ、誰か、お声掛け？あ、そうそうそう。誰かいますかっていう感じで。これで本当にいますって言ったら、前回のあれですよね。うん。ゼカさんが言ってた。そうです、そうです。うん、もし、近くに誰かいらっしゃったら、お話させてもらえませんか？今、近くに誰もいらっしゃいませんかね。高い音でコーみたいな音鳴ってたんですけど、スピボの裏で。スピボの裏？車か？ここら辺から聞こえてた気がするんですよ。車はきっと通ってたね。遠くで。タイヤかな？タイヤかもしれない。ああ。
なんか今近づいてきたようなイメージが。もうちょっとやってみます。ちょっとやってみます。はい、誰かいらっしゃいませんか。89から94Hz 帯まで各 Hz 帯でなんか声拾ってるんですよね、はい、ラジオですか。ちょっと見てみますね。ソファーラジオっぽいですね。ですね。89が89、はい、で90、91、ありがとうね、北風小僧さんもゆうじさんや。で92、男の人の声聞こえた。男の人いないですよね。あ、これか、これか、これか、もう一個です。もう一回、これ92、すごいな、これもすごいですね。この確認もやったことないですね。何でしょう、これ、はい、じゃあリアルに知ってたよっていうやつがメールじゃない。で、そこからは、ノイズしかないんで、ラジオ出てないから、女性の声が来て、男性の物議が入ってたから、ラジオか。すごい。ラジオですね。この確認のはず。マスっていうのも、多分、そのラジオって敬語使うじゃないですか。あ、そうですね。なんとかだと思いますの、いますだけ多分入ると思うんですよね。あ、語尾だけ。はい。あ、それが聞こえてんのかな。なるほど。うん、でもなんか、普段使ってる状態とは、やっぱ目隠しすると結構違います、はい、全然違いますね。聞きやすいですね、やっぱり。あ、そうなんだ。ちょっと一人でこれの結構怖いですけどね。ですね。それは願ったりだね。また、ズーカチャンネル見てください。やってるなって思うんで。この検証をやるのはズーカさんと佐藤さんだけかもしれない。いや、他に誰かやってた気がするな、確か。今20分になった。お、もう20分もやってた。早っ。全然やった感じしなかったですね。じゃあ一旦目隠しは終わります。そうですね、はい、いやーこれすごい、ちょうど寝起きみたいなそんな感じですね。いや本当ですよ、目の疲れが取れました。あ、蒸気でホットアイマスクいいですよ、いいですねこれ。すごい CM 効果かな、どっちの意味でいいですよって。CM 効果検証の糧になりますじゃなくて完全に商品を褒めてる。商品を褒めてる。で目を覚ますと心霊スポットじゃないそれは誰も買うかもしれない。さすがに。逆に怒られる。怒られる。ホットアイマスク。心霊スポットにどうぞ。それで提供してくれたらすごいな。いや、太っ腹っていうか、ちょっと自暴自棄に近いけど。ほんまに大丈夫ですかって、こっちが心配なんで。というわけでね、はい、やってきましたけど、こう感じるものありましたか。まあ、感じることとしたら、音がよく聞こえるようになりました。やっぱり視覚をなくすと他の感覚が鋭くなるっていうのはあるんやろうなって思いましたね、ただ、まあ、お二人とも別所と感じることは、まあ、ちょっと検証時間短かったですけどね、はい、いつもに比べたら、ね、取り立ててないって感じですかね。そうですね、そもそも家の中からの音がない。ないね。なさすぎですよね。ないならないで不気味なんだけどね、こんだけ、ね、そうですよね、荒れてるのにね。さっきまで結構やなりっぽいのが鳴ってたんですけど、逆に全くなくなったっていうのが。ということで、もう一個だけインフィニティキューブを入れたいと思います。で、インフィニティキューブ直しました。もともとちょっとプログラムがよろしいけてなくて、はい、ちゃんとランダムになってなかったんですよね。はいはい、それをちょっと直しました。いや、完全におはなたやろ、だってね。ランダム関数をちゃんと使ってたのに。ちょっとプログラムの話になるんですけど、はい、難しいっすね。ランダム関数ね、はい、使ってたのに、はい、また別で初期化をちゃんとしないといけないみたいなさ。ね、一緒に見たら、あれ入ってないやんってなってました。そう、ランダム関数を入れるときにはランダムシード関数っていうランダムを初期化するプログラムを入れましょう。
はい、難しい、ちょっとお勉強になりました。難しい。なんかそれがセオリーらしいです。そう、他のね、プログラミングでもそうかあれだけど、もうランダム関数一つでね、はい、中の処理でも初期化もしてくれてるのかなって、ね、ちょっと楽観視してたけど、別で入れないといけないみたいです。うん、まあそれはまたテロップで説明しておきます。はい、誰得やねんって。誰得やねんって感じで、誰得やねん。よいしょ。はい、ズーカーさんの時は青でしたよね。はい、そうですね。で、僕らが検証した後にもしかしたら乱数がちょっと偏って色が変わるかもしれない、うん、というところで試してみたいと思います。はい、はい、はい、じゃあボタン押します。はい、はい、おー、緑か、ちょっと上がったみたいです。そうですね、まあそれでも確か普通ノーマル、ノーマルかな、確か。うん、まあだから青と緑やったらほんまに何もない感じですね。はい、はい、見ちゃうな。心がね、綺麗です、見ちゃう、綺麗です、綺麗です、温まるね。はい、というわけで、はい、じゃあ今回のコラボ、水塚さん的にどんな感じでしたか。いやー、本当に予想通りの、どうしました。あ、大丈夫です、すみません。大丈夫ですか。あ、すみません、声しました。ちょっと空が明るくなってきた。あ、びっくりした。何か起こったのかと思って。僕らしか見えてなかったやろうけど、今日さんがこうやってるから。びっくりしました。そうですね、やっぱりガジェットがやっぱりすごいですね。僕らに対しての感想、はい、本当にリスペクトですね。僕やってても自分がドキドキ、配信者もしましたし、多分見てるリスナーさんもすごいドキドキしてる、見るんじゃないかなって思いました。まあちょっとね、はい、自分たちの動画を嬉しくも常に見てくれてる人は、はい、最近ガジェットを全然一新化できてないんで、うん、まあでもそこはね、一応考えてあるんで、はい、また次回ズーカさんとコラボさせてもらうときには、ありがとうございます、もうちょっとね、違う、さらに新年に迫れるガジェットを用意した上で挑めたらいいですね。はい、そう、ぜひ楽しみにしてます。ぜひよろしく、よろしくお願いします。こちらこそ、またよろしくお願いします。ということで、はい、まあ、いろいろな企画編ではありつつも検証してきましたが、はい、オーハウス、はい、いらっしゃいました。なしです、なしです、いうことです、ということです。はい、難しいからこそね、挑みがいがあるので。そう、そうですね、うん、別に1回だけしか挑んじゃいかんっていうわけじゃないですからね。うん、幽霊は別にそこら辺にいるわけですし、うん、おまかとか知らないですけど。そうだね、まだね、完全に霊能力者のスタンスの意見が出てるから。まあいるかもなっていうのが新スポってなだけなんで、うん、今後もね、挑んでいきたいと思います。はい、はい、じゃあ今回、コラボさせていただいたズーカーさんのチャンネルは概要欄にありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あ、ありがとうございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では僕たちのチャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。あと、今回の動画でね、ちょっと変わった企画もやってみましたけども、こういう形でいろんな企画もやっていきたいと思ってますので、ぜひなんか思ったこととか感じたこととか、ぜひコメントでお願いいたします。お願いします。はい、というわけで以上、リキュアのカット券とズーカチャンネルでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。